前傾した形態を持つ HG2-32 号機 HG2-35 号機、金谷の機体名と紋章を持つ HG2-32 号機の背面 HG2-32-16 型と同型のオーストリア国鉄の機体の形式ズブリエンツロートホルン鉄道 H2-32-16 形状機機関車はスイス中央部の私鉄であるブリエンツロートホルン鉄道で使用されている。 山岳鉄道用ラック式蒸気機関車である。ブリエンツロートホルン鉄道はスイス中央部、ブリエンツ湖畔のブリエンツから標高2350メートルの、ブリエンツロートホルンの山頂近くの2244メートルまでを、上る800ミリメートル機関の登山鉄道として1892年に開業し、蒸気機関車牽引の列車で運行されていた。 その後1924から31年の間一時運行を休止し、再開後も引き続き H、H2-31i-5 系及び H、H2-36 から7型蒸気機関車牽引の列車で運行されていたが、1970年代に入り、輸送力増強のため HM2-28 から11系ディーゼル機関車が導入されて、蒸気機関車と共に運行され、 企動車の導入が計画されたこともあった。しかしながら、その後1990年代に入り、開業当初より使用されていた H に 31i-5 系の経年が進んでいたことと、他の形式では客車2両を推進していたが同形式では客車1両のみの推進であったこと、蒸気機関車による列車を目的とした観光客の要望へ応える必要があったことから、 開業100周年を迎える1992年に新たに蒸気機関車を申請することとして導入された機体が本校で述べる H23216 系である。本形式はラック式蒸気機関車で多くの実績を持つ SLM が製造したラック式蒸気機関車であるが同社は1873年に最初のラック式蒸気機関車を オーストリアのカーレンベルク鉄道向けに製造して以降、ラック式の蒸気機関車の製造を得意として世界的に多くのシェアを占めるようになっており、その後1970年頃の統計では世界のラック式蒸気機関車の33%が同社製となっている。また、この機体は同様にラック式の蒸気機関車を運行していた。 オーストリア国鉄のシュネーベルク線及びシャフベルク線と観光用に蒸気機関車による列車の復活を計画していた。モイントル・テリテグリオンロシェドネー鉄道とがほぼ同一の機体を、それぞれ999.2型として4機、H2、312型として1機をそれぞれ導入し、ブリエンツロートホルン鉄道の H2、32、14、15号機の3機と合わせて、 全8機のシリーズとなっており、このうちモントルグリオン、ロシェドニエ鉄道が導入した機体は2005年に、ブリエンツロートホルン鉄道が譲り受けし、本形式に編入されて、h 2 3 6号機となっている。なお、SLM は、その後1990年代における、欧州の鉄道関連メーカーの再編の中で、2000年に蒸気機関車製造、整備事業を、 DLM に分離しており、本シリーズは、同社で引き続き、カタログモデルとしてラインナップされている。本形式は、ラック式専用のもので、本シリーズが導入される路線の最急勾配が196から255パーミルの上り変方向の勾配の路線であったため、その約一二である百パーミルの上り勾配でボイラー及び、運転室が水平となるよう前傾した構造と、 なっているほか、機関車全部の煙室下部にシリンダーを配置し、歯車による減速装置を併用することで機体を小型にまとめていることが特徴となっている。また、1990年代の新設計の機体であり、時代に合わせて以下のような設計要件が考慮されている。ブリエンツロートホルン鉄道では1992年に一時車として H2-32 号機を導入して、 運行を開始し、その後1996年に二次車として H23415 号機を導入。さらに前述の通り2005年には、モントル・グリオン、ロシェドネー鉄道から H2312 号機を譲り受けして h 2 3 6号機としている。各機体の基板、SLM 製板、製造年、機体名、価格は以下の通り。 乗務員に1名運転に対応したシンプルな運転室。ありがとうございます。